はい、試練の塔の第30層に挑戦です。中塚の寮を突入します。相手はシールドがある、気絶に強い、飛行ユニットがいる。それでは日光の術取りましょうか。竜巻嬉しいな。カトンもいいな。でも雷取りましょうか。竜巻取って、では水遁取りましょうか。まあどうしよっか。はい、行きます。雷の手数を増やせているんで、なんとかこのシールドを打ち破りたいな。30層の壁は熱い。ここまで迫られてる。まあ、とりあえずウェーブ1はなんとかなるか。ちっちゃい雲が早い。ボスにここまで迫られているけれど、よし。竜巻行きましょうか。こうしましょうか。手数増やしたいな。いいか。取るか。はい、行きます。竜巻が早速、相手を蹂躙してくれて、ウェーブ1よりも楽に戦えているのかな、これは。ウェーブ3で塗り壁来たら、負けそうだな。ウェーブ3で、もう一回言う。塗り壁来たらかなり困った事態になるな。よし、来なかった。ではここでもうこれにしましょうか。なんか中途半端に育てているなぁと。竜巻や雷を重点的に上げることはできなかったけれども、これは30層を攻略あると思います。にゃんこ。にゃんこに対してこの日光の術が虚しい。防壁にたどり着かれたけれども、勝ちは勝ちか。日光に術あんまり。あ、でも与えてるダメージ量は、まあ、そっか。はい、本日の試練完了です。ではでは。